秀吉は毛利を攻めるため宇喜多郡の岡山城に入った。秀家様を直家様の跡目とお認めいただいたこと感謝いたします。秀家殿を推していたでの、直家殿が病で亡くなったは残念であったがの、良運声優という改名をいただいた直家様もお喜びのことかと、こたびの毛利との戦にはお若い秀家様に代わってそれがしが出陣いたしますれば、ぜひとも先陣を受けたまわりたく、うん、よろしく頼む。秀吉軍が備中高松城に攻めてきました。その城の城主はあの清水宗春じゃ。そう簡単に落ちることはあるまい。それが経典道地の水攻めによって落城の危機に瀕しておりまする。何、いかなる様子か。言語を絶するもので、それがしの少ない語彙力では説明できませぬ。先頃には因の島と来島の村上水軍が織田方につき、味方は能島の村上水軍のみとなり、さらに備中高松城も危ないと。これは毛利の危機、全軍出陣。輝元は備中高松城付近まで来た。これが人のなせる技なのか。防波堤を築き、川をせき止めて水を流し込んだのよ。安国寺恵慶を呼べ、和睦交渉をしてもらう。秀吉軍との和睦交渉をしていただきたい。そなたは将軍義明様の取り扱いについての交渉を信長とした実績があるでの。わかりました。和睦交渉は難航、暗礁に乗り上げた。そのような頃、急に呼び出してすまんの。大事が発覚したゆえ急がねばならなくての。信長様が来る。それはまだ先の話ということでは。短期で荒らせられるでの。もちろん今の状況に不満だからであろう。五カ国の割譲を三カ国とし、清水宗春殿の命を和睦の条件とする。これは交渉ではない、最後通告である。飲めぬとあれば明日にも到着されるかもしれぬ信長様と交渉するかよい。信長様は怖い。毛利が存続できればよいがの。早う戻れ、時間がない。信長様が。まだ本能寺の変は知らぬようですが、うまくいきますかな。可能性はあると見た。将軍義明様の交渉を信長様としていたのを見た記憶がある。めっ
ちゃビビっておったわ。なぜお分かりに？我らも一緒にめっちゃビビっておったからの。信長が来れば毛利は存続すら危ういと。信長など恐るるに足らず。信長は自ら魔王を名乗るほどの怖さですぞ。魔王がいかほどのものか。魔王は亡き元就公よりも怖いでしょうな。されば和睦もやむなし。清水宗春殿は毛利と長平の命が助かるのであれば、自分の首はいとも安いと申しておりまする。宗春ほどのもの、いたしかたあるまい。和睦は成立、清水宗春は古城で切腹した。引けー。秀吉軍は約1日毛利の出方を確認していた。まだ知らぬようですな。我らも引くぞ。撤退。ご中心織田信長とその息子信忠が明智光秀に撃たれました。なに、秀吉め、我らをたばかりおったか。明智の使いの者はいかがした。間違えて秀吉の陣に行ったとも。小舟で城に行こうとして捕らえられたとも。直ちに追い打ちいたそう。待たれよ、秀吉を撃っても毛利が危機に陥ることも考えられる。光秀の謀反は失敗する可能性が高いと見た。この謀反は準備ができていない突発的なものだと考えられる。事前に我らに連絡がなかったこと。伝令が遅れたは準備不足からであろう。とすれば光秀は織田家を継いだ者に倒されることも考えられる。その時に秀吉を撃っていると、これを口実に毛利が攻められるやもしれぬ。が秀吉を撃たなければ光秀の謀反の成否にかかわらず、毛利が攻められる口実はなくなろう。今秀吉を撃って毛利を危機にさらすようなことはするべきではあるまい。それは毛利のために命を落とした清水宗春の思いにもかなわぬものとなろう。宗春の命と思いを無駄にしてはならぬ。秀吉への追い打ちはならぬ。お、テルモット、なかなかの人物のようじゃ。